皆さんこんにちは、ショータイムです。今回はですね、サムネタイトルでもわかる通り、唯一の J1 土曜開催になった J1 第3節京都サンガ FC 対ジュビロ磐田の試合についてレビューしていきたいと思います。昨年 J2 を沸かせた昇格組の対戦ということで、開幕戦浦和レッズに勝利をし、今季未だ負けなしの京都サンガ FC、 前節静岡ダービーに敗れ、今季未だ勝ち星のないジュビロ磐田ということで、対照的な両チームではありますが、この試合がですねポイントになるんではないかということで、今回レビューさせていただきます。このショータイムはひとまず1万人というところを目指して動画投稿を頑張っておりますので、この動画いいなと思ってくれた方だったり、他の動画もね見てくれていいなと思ってくれた方は、ぜひぜひチャンネル登録のご協力よろしくお願いいたします。ということで、早速この試合のレビュー紹介していきたいと思います。はい、ということで早速ホームの京都サンガ FC のスタメンから紹介させていただきます。メンバーはこのような形になっております。引き分けた前節 J2 第2節のセレッソ大阪戦からスタメン2人を変更。左サイドバックには荻原選手、アンカーに金子大輝選手がこの試合スタメンを名を連ねました。今季新加入選手も多い中で、ジュビロ磐田相手に対してどのような戦いをしていくのか、昨年もですね白熱の戦いが行われたこの対戦カードになりますので、ぜひね注目して見ていきたいところです。対するアウェーのジュビロ磐田のスタメンはこのような形になっております。 J1 第2節の静岡ダービーの清水エスパルス戦からスタメン2人を変更。出場停止の山本選手に代わり、今節は左センターバックに森岡選手、シャドウに金子選手ではなく、この試合は大津選手が入りました。今季未だ勝ち星のないジュビロ磐田ということで、今季初勝利を挙げ勢いをつけていきたい今節の京都サンガ FC 戦になりますので、注目して見ていきたいところです。こちら先に結果の方から紹介させていただきますと、アウェーのジュビロ磐田が1対4で勝利を収めました。その点含めまして、感想だったり90分を通した見どころシーン含めて、まずは京都サンガ FC から喋っていきたいと思います。まず1つ目、相手の心臓遠藤選手に対して警戒して入る立ち上がり。ここはですね、試合前のところから予想できることではありましたが、やはりジュビロ磐田の心臓でもある遠藤選手というところを潰しながら攻めていく、また守っていくというところが京都サンガ FC 随所に現れていましたので、まあ退場してしまってね、多少狂う部分はありましたが、そこを立ち上がりしっかり対処できていたのがいい入りになったのかなと感じております。ですがその2つ目のところですね、チャレンジしていた中での上福本選手の退場、開始早々からジュビロ磐田裏へのロングボールというところを狙ってくる中で、センターバックの選手もそうですが、上福本選手が飛び出してね守るシーンというところも多々あった中で、まあ、ちょっと厳しい判定なのかなというところではありましたが、結果的にドグソという対応になり、 VAR 確認の上上福本選手が退場ということになってしまいました。ここは長期時監督含めてプランが崩れたところでもあると思いますし、そこをですね、まあ、前半のうちに退場してしまったことで苦しい戦いを強いられてしまった京都サンガ FC ではありますが、まあ、次節以降、まあ、分からない選手が出てどのような形になってくるのか分からないところでもありますし、このね飛び出しというところ、守備範囲の広さというところが上福本選手の良さというところでもあると思いますので、ここはねやめずに次節以降、まあ、復帰上げですね、また頑張っていってほしいところなのかなと感じております。このハードワーク、チャレンジ精神があったというところで、開幕戦だったりというところの浦和レッズのね勝利にもつながっておりますので、まあ、ここは恐れず、まあ、次節以降もですね戦っていってほしいところです。3つ目というところで、ハードワーク含めて最後まで切らせなかった、前半に退場してしまったことにより結果的にはですね1対4ということで、まあ、大敗を喫した京都サンガ FC ではありますが、10人というところで戦っていく中でハードワーク含めて長期ジェスタイルをぶらさなかった、ここはですね京都サンガ FC この試合の大きな収穫ポイントになってくるところだと思いますし、ここはですねやめなかったこと、次の試合にですね大きくつながってくる部分だと思いますので、ぜひぜひ次の試合勝てるように頑張っていってほしいのかなと思いました。続いて勝利をしたジュビロ磐田の90分をまとめたところ喋らせていただきます。まず1つ目、効果的にカウンターと裏の使い分けが丸、ここはですね非常に素晴らしいところだと思いますし、逆にね退場を誘った部分もそうですが、ジュビロ磐田の策がしっかりとハマったなというところが印象です。立ち上がりからアグレッシブにプレスをかけてくる京都サンガ FC に対して、もちろんね遠藤選手中心に繋いでいく部分というところはありましたが、
相手の対応に応じて裏への抜け出し、ここは杉本選手さすがのね抜け出しだったと思いますし、90分通して、まあ、ジャーミン選手の得点のところだったり裏へのね対応というところがこのジミル型うまくはまったなというところが印象になっておりますので、後ろから繋いでいくポゼッションスタイルに加えてこういうカウンターと、まあ、裏の使い分けというところがうまくいったジミル型、このね、試合の勝利につながったのかなと感じております。二つ目というところは数的優位の中ワンチャンスを決められてしまったこと、ここはね改善点の部分ではあります。前半ね相手が退場した中で、まあ、しっかりと無失点で終えるというところが一つの課題に挙げられたと思いますが、まあいう押し込んでいく場面の中でピーター・ウタカ選手というね、まあ、強力な外人の選手にワンチャンスをものにされてしまう、ここはですね人数が同じだった場合、まあ、どのような試合展開になってくるのかというところもそうですし、もちろんねキーパーだったり守備陣含めて集中していたところではありますが、ウタカ選手のこの能力の高さにやられてしまった、ここはですね人数の多い上で、まあ、やられてしまったら、まあ、いけない場所だと思いますし、次節以降は、ああいうね、まあ、抜けのなさというところをね、作っていけば、無失点試合増えてくると思います。ここはですね、次節の改善点というところで一つ挙げさせていただきました。三つ目というところ、今季初勝利&内容を含めて収穫の多い試合。ここはね、褒める部分だと思いますし、まずはね、昇格組の対戦というところで、まあ、一つのダービーマッチと言っても過言ではないぐらいのかける思いの強かった試合だと思います。そういう中でこういうね、大勝を収められたことは、ジビロやった次節以降にね、自信につながる部分だと思いますし、内容を含めて非常に得点シーン含めてですね、いい試合だったのかなと思いますので、この自信を胸に、次節ね、連勝につなげていってほしいのかなと思いました。はい、ということでここからは、90分のね、まとめというところを喋らせていただきましたので、90分を終えて1対4という結果をもとにですね、まずは京都サンガ FC の次節以降の対戦というところを喋らせていただきます。まず一つ目、カウンター&裏への対応の改善。ここはですね、今節というところでジュビロ磐田にしてやったりだった部分だと思いますし、まあ次節以降の相手がどういう戦いをしてくるのかわからないですが、こういう効果的な、ジュビロ磐田の裏への対応というところがありましたので、まあここはですね、次節以降の相手で狙ってくる部分、たくさん多いチームね、増えてくると思いますし、そういう中で、まあ一人少ない状況ではありましたが、カウンターだったり裏への対応というところを改善していくべき点なのかなと一つ挙げられます。二つ目というところですが、まあこういう少ない中で、まあ負けてしまっている状況の中ででもですね、途中でも話させてもらった通り、90分間気持ちを切らさなかった。ここがね、評価できる部分だと思いますし、長期絶スタイルという上で、まあ最後の1分1秒まで諦めない力。ここはサポーターを勇気づけるようなところになったと思いますし、まあサッカー選手という中でですね、諦めてはいけないというところをしっかりと体現してくれたのかなと思いますので、まあこういうところを胸にですね、次節また、気持ちを切り替えて戦っていってほしいのかなと思っております。まあ今話した通り、こういう難しい試合はあったものの、またね、週末というところ試合がやってくる、まあこの J1 リーグというところで落ち込むことなく次節に切り替えていってほしいのかなと思っております。またおそらく、次節ね、チャンスが巡ってくる若原選手というところで、またね、上福本選手との守護神争い激化させていくためにも、まあ無失点で試合を終えられるように期待しておりますので、またね、この次節のジュビロ磐田だったり、まあ京都サンガ FC含めて期待して見ていきたいと思います。はい、ということでここからジュビロ磐田の、まあ、次節以降につながる部分喋っていきたいと思います。まず一つ目、まずは今季初勝利を挙げたこと。ここはですね、選手にとっても監督にとってもとても大きい一勝になったと思われます。まあ先ほど京都サンガ FC のところでも話した通り、まあ昨年も対戦したこの京都サンガ FC 相手ということで、いつもに増してね、気合が入る部分だったと思いますし、まあ優勝チームとして今季ね、挑む J1 リーグということで、まあこの京都サンガ FC には負けられない気持ちというところがあった中で、今季初勝利を挙げれたこと、ここはですね、大きな大きな一勝になりました。また、裏へだったり、裏への対応だったりですね、カウンターというところでシステムを遂行し、結果に出せたこと、ここが監督としても手応えをつかんだこの試合になったと思いますし、まあ次節以降、またね、後ろから繋いでいくポゼッションスタイルだったり、こういうカウンター、裏への対応というところを含めて、いろんなね、サッカーというところを混ぜ合わせていく上で、この伊藤監督の良さというところをまた引き立っていくジュビロだったのかなと思いますので、もちろん大津選手のゴラスと素晴らしいところもありましたし、まあああいうこの能力というところも高いジュビロだったというところで、またね、システム、新たなシステムを遂行しながら、次節連勝につなげていってほしいと思います。得点感覚含めて次節の連勝につなげる。まあ、今季ね、複数得点という形で4得点取れたジュビロ磐田でもありますので、こういう得点能力というところを忘れずに、まあ、次節は無失点で終えることもそうですが、
これね、大量得点というところをした後、また次節ね、気を緩めることなく連勝につなげていってほしいジュビレ型のかなと感じました。はい、ということでですね、今回は唯一の昨日土曜日開催 J1 リーグが行われました昇格組の対決、京都サンガ FC 対ジュビロ磐田の試合後即レビューという形で音声のみの形にはなりますが紹介させていただきました。まあ、普段はですね J リーグ、試合前プレビューだったりレビュー含めて、J リーグ関係のものも扱っておりますし、ここ最近というところは自分がねサッカーをしている実写動画というところも増やしてこのショータイム盛り上げておりますので、この動画いいなと思ってくれた方はぜひぜひチャンネル登録のご協力よろしくお願いいたします。非常にね面白い試合になりましたんで、また見てない方はハイライトだけでも見る価値のある試合なのかなと感じております。またね今日というところもいろんな試合行われましたので、やってほしい試合などがあれば、ね、ぜひぜひコメント欄に書いてくれたらなと思っております。ということですね、今日もご視聴ありがとうございました。ではまた、バーイ。